はい、今回の動画は最寄りの山谷線の駐車場が検索できる無料アプリをご紹介します。で、このアプリですね、 PP パークというアプリになります。で、まあ、今回はですね iOS 版で、ね、解説をしますけども、 Android でも、ね、同じアプリがありますんで、この、ね、検索のところで PP パークで検索をしてみてください。で、入力はアルファベットの PP と打って、まあ、パークですね、 PARK ですね、 PP パーク、こちらで、ね、出てくると思いますんで、これで検索をします。はい、そうするとこれですね、駐車場料金検索っていう PP パークってやつですね、まあ、こちらをですねまずはインストールしてみてください。はい、でアプリの方を、ね、起動するとですね、まあ、こういった形で地図が表示されますんで、まずはこの右下のところですね、このサーチというところ、こちらを、ね、タップします。はい、そうすると、ね、検索の方が始まります。はい、そうするとね、こういった形でですね、この地図上にですね、駐車場がある位置とですね、あとこの1、2、3、4という形でこの数値が出てますけども、まあ、これがですね、まあ、料金の順番になりますね。この1と、1位といったところがですね、このね、この今検索したところでは安いですよっていう印になります。で、あとね、ちょっとこう大きくするとね、画面を大きくするとわかるんですけども、ちょっと今あまり出てないですけども、例えば今この3のところはこの混雑っていうふうに出てます。まあ、こういうところは駐車場は混んでますよと、あとこの辺ね、今3空きってありますけど、ここは駐車場が空いてますよっていうね、まあそういったのもね、この、ね、アプリで調べることができます。で、あとね、細かくこの駐車場の内容を調べたいときは、例えばじゃあこの今1位っていうところですね、こちらのところをタップします。そうするとね、こういった形でまず簡単にですね、この駐車場の、ね、値段が出てきて、さらにこの出てきたね、このウィンドウというかね、こちらをタップすると、はい、まあ、こういった形でですね、もっとこの細かいですね、この駐車場の情報を見ることもできますんで、まあ、このね、特にこの旅行先とかでね、このね、あの駐車場の位置がよくわからないなんて言ったときにですね、こちらのアプリ使ってもらえると非常に便利かなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。